やす子、バイトは1年間で15回ぐらい首に、理由にスタジオ衝撃、生ゴミいっぱい入れちゃって。お笑いタレントのやす子、25、が30日に放送された TBS A スタジオプラス金曜51.0にゲスト出演。アルバイトを1年間で15回クビになったことを明かした。司会の笑福亭鶴瓶から、バイト。量産クビになったんやってなと振られたやす子は、1年間で15回ぐらいクビになって、とまさかの告白。理由を問われると、牛丼屋さんとかは、バイト仲間が、海外の人が多くて。なんかホームシックになったりとか、日本にいるのにと振り返った。また、カフェでアルバイトをしていた時には、食洗機があったんですけど、ゴミ箱だって思って。生ゴミをいっぱい入れちゃって壊してクビになってと回想。スタジオからは、と驚きの声が上がった。続けて、でもその店長が優しくて、あなたは悪くないです。あなたを採用した私が悪いです。と次々と衝撃的なエピソードを披露した。やす子、1998年、平成10年9月2日からは、日本の女性ピン芸人。即応予備自衛官、ソニーミュージックアーティスト所属。本名は安井かのん1。身長154cm、血液型 A 型。山口県宇部市出身。2歳でジップが実母と離婚したため、実母に引き取られて成長する。ジップとは芸能界デビュー後に22年ぶりに連絡があり再会した。母子家庭で育ったため、生活が苦しく部費や家賃が払えない状態で。中学時代は妹と共に給食以外を食べられない日もザラだったといい。給食のない夏休み中にはスーパーに安売りされていたパンの耳を大量に買い込んで飢えをしのいだ経験もある。高校生の時に児童養護施設で生活、実母とは合わなかった。高校では柔道部に所属。高校時代は学校で3年間仲間外れにされ、トイレで弁当を食べたり休み時間は図書館で過ごしたりしていた。保健室登校の経験もある、6。山口県立宇部中央高等学校卒業後、2、陸上自衛隊に入隊。大久保駐屯地の施設下部隊に配属。同座で、ブルドーザーオペレーター、として2019年まで2年間勤務。大型特殊免許所持、特技は射撃、水泳、柔道、有段者、など、2。